皆さんこんこにちはアルファースリートの黒岩と申します。え本日のテーマは、ね、スポーツ留学です。であのアルファースリートでは、まあ、主に体育会系の学生の方とかあの,あのスポーツ留学したい方っていうのの、えー、留学の支援だったり、えー、就職活動の支援をスパサポートを行っておりますが、まあ、今日のテーマはあのスポーツ留学ということで主にあの高校から大学に入るときにあのスポーツで えと留学したいという方の相談が非常に増えているということがありまして、えー、と留学の、まあ、どういうふうに留学すればいいのかとか、えー、何が必要なのかとか、なその進学した先にどういう感じで、えー、と進めていくのかとか、そういったところをあの説明していきたいと思います。で、なんかいくつか記事というかあの、ブログとかっていうのを紹介していきたいと思います。で、これ、グローバルサリー留学センターというところの,あのものを持ってきているんですけど、まあ、アメリカのアスレティック・ティーム。 の入部方法というテーマで書いてあったので、これをちょっと拝借して説明していきたいと思います。で、あのこれから書いてあるのは、あのまあ、どういう入学のためにどういうものが必要ですかっていうところが書いてあって、読んでいくと、まず高校の科目ですね、これは当然ですと。で、どれぐらいの GPA が必要かというと、2.5、4分の2.5です。なので、まあ、基本的に、あの あの5段階評価だと思うんですけど、アメリカの場合は4段階評価で、まあ、そのうちのまあ大体3.5、5分の3.5ぐらい取ってれば問題ありませんということですね。はい。で、なんかこういう NAIA っていう、まあ、この登録メンバーでは、あの学年でトップ50以内の成績を収めていることを証明しなければいけないということが書いてあります。なのでまあトップ… 50を常に学を成績を維持できるように頑張りましょうということが書いてあって、2つ目が SAT ですね。SAT はそのアルファで留学するときに結構大学に入るときのセンター試験みたいなものですと。これが1 0 0 0点以上と書いてあります。でこれ1000点以上ってどれぐらいかというと、えー、とリーディングとマスがあって、これがあの800点満点ですと。800点満点中、あの合計1600点分の1000点となっております。なので まああのー、半分以上取ればいけるっていう感じなんですけど、まあ、これは学校によってもあの違うので、これはあ,のあくまで連盟の,あの最低基準になっているので、まあ、学校によっても変わってくるということです。はいまあ、こういったことが書いてあります。ここら辺の登録というのはまあいいとして、まあ、こういうことがあの必要ですということが書いてあります。で、次に、ユの雄大さんというブログを、あのー、ちょっと拝借して持ってきました。 はいでここに書いてある、あのちょっと記事を読んでいくと、まあ、メリットがたくさんありますと、返済不要の奨学金がいただけますということが書いてありますでこの方のサッカー部の場合、えー、約30名の選手がいて、その分の10人が返済不要の奨学金をいただいていますと。であのアメリカの場合、奨学金というのは基本的に返済不要です。あの 返済しなければいけないのは学生ローンみたいな、まあ、教育ローンみたいな言い方をします。なのでローンか、えー、奨学金かっていう、まあ、スカラシップかっていう、まあ、その違いがあります。なので、基本的にアメリカであの奨学金というと、返済不要と思っていただいて、えー、結構だと思います。で、あと、料金とかも全て支給されますということが書いてありますね。はい。で、遠征費、遠征先での食事代はれて大学だ。まあ、これはそうです、ね。はい。で、まあ、練習費とかあの、プロテインとか、あのそういうものも、 あの全部要求されていますとあの。全部準備してくれますということが書いてあります。で、まあ、分部両道が求められるということは、まあ、それはその通りですねあの。確かそのディビジョンによって分かれてて、そのここに書いてある NSCAA のディビジョン1、ディビジョン2、ディビジョン3というものがありますと。で、このディビジョン o n I というのがあの一番あの、まあ、難易度が高くて、その求められる要件とかもあの高いものになっていますと。なので、要は、 ここが難関大,、えー、大学であり、なおかつあのスポーツも強い、で奨学金も豊富というところがディビジョン1になっていて、えー、っとディビジョン2、ディビジョン3でそ,のそれぞれあのランクがどんどん下がっていくという形になっています。なので、ディビジョン1みたいなすごい有名なあのスポーツの強豪校とか、名門大学に行きたい場合は、まあ、文部、領土も求められるし、あの試合に出れない,っていうだけじゃなくてな、練習に出れないみたいなこともあります。成績が悪かったら、 練習に出させてもらえないので、あのー、そういったものが求められるということですね。はい。で、読み進めていくと、あ,のある程度スポーツの能力がないと入部できませんということは、その通りで、で、どれぐらいの要件かということが書いてあります。で、ここに書いてあるように、えー、成績が3.0以下なら最初の1年間部活動に参加できませんと。はい。もしくは あの大学のあこれは高校の成績でくと3.0というの。で、2.5、大学の成績でいうと2.5以下、4分の2.5なんで、まあ、GPA2.5 以下であれば、1シーズン出場停止、もしくは退学処分なので、結構厳しいんですね。なので文領土、分部両道が当たり前ということになっています。で、分、えーまあ、部両道の考えが根強く,、えー、強く根付いていますということが書いてあります。 この方の場合は、語学学校から大学に通って留学したということだったんですが、まあ、英語をもっと頑張っておけばよかったなということを書いてあります。あの留学して即2.5以上の成績取らなきゃいけないので、多分2.5ってそんなに難しくないと思うんですけど、なかなかスポーツやりたがらであの成績残すって、多分入学,留学して1年目とか結構大変だと思うんですね。なので、まあ、できるだけ早めに準備しましょうということが書いてあります。 はいでえー、と費用ですで。エージェントに依頼する場合はだいたい45万ぐらいかかりますと、これ結構高いですよね。のアルファルは基本的に MBA 留学でさえ30万円以下でやっているので、まあ、こんなにかからないですね。も,もっと低い、えー、プログラムでやっていきたいと思っておりますと。で、まあ、費用はそんなものですとで。スポーツ留学のさ履歴書の作成というものがあって、あの履歴書を作らなければいけませんと。 で名前、体重、えー、身長、体重、経歴、ポジション、得意なプレーなどを起用しますとで。これに加えて、えー、動画を作った方が有効ですということが書いてありますね。でこのプレー動画をあの編集して、たぶん10分くらいにまとめて、それを各大学のコーチに送って、えー、っとスカウトしてもらうという感じですで2月。12月から5月の間に進路が決まって、9月に留学というふうになっておりますと、えー、いうことが書いてあって、 あのこれも書いてあります、はい、こういう要件がありますと。なので、結構あの普通の留学と違うのが、このスポーツ履歴書の作成とか、えー、スプレー集の作成というのが、の他の,あの留学、普通の留学とちょっと違いますと。なので、ここら辺もぜひアルファにご相談くださいということです。はい、で、次に行きたいと思いますで。i b s c ラ l という、まあ、こういうあのアメリカの,あのサイトから持ってきました。でここに何が書いてあるかというと、ま、あ アスリート、どういうふうに入学するかということが、えー、書いてあって、まあ、3つのタイプがありますというのが書いてあります。で、えー、それぞれ、recruited athletes, preferred walk-ons, walk-ons, 普通の留学の仕方というのは、まあ、これ3つ書いてあるんですけど、えー、と上からいくと、recruited、え、athlete、ー、というのは、要はスカウトされて入ったと、特待生みたいなものですと。で、ここに書いて一番すべて書いてあるんですけど、A、recruited athlete is アスリートフー is asked, for, asked to join the university sports team on a スカラスアスリートスカラシップなので、えーと、スカラシップ、返済不要の奨学金を受け取って入学することを許可された学生ということが書いてあります。で、当然、ここに書いてあるように、チームズコーチと ensure that the student meets the appropriate as academic benchmark to gain the academic benchmark. ということなんで、ユニバース i v e r ということなんであの、チームのコーチが、コーチがあの確保しているんです。席を確保してるまあ、要は特待生ですね。はい、特待生の入り方がありますと。なので、こういうのは、あのまあ、当然その、スポーツの能力が一番大事なんですけど、それだけではなくて、あの当然、同じレベルの生とか言ったらあの、英語力が高い方とか、成績がいい方というのを重視するので、 あのこういうリクルーティットアスリートに選ば,れた選ばれるだけの実力がある方といって、えーと、成績とか油断してはいけませんよということが書いてあります、はい。次にプリファードウォーカーオンズってというものがありますとで。これは何かというと、奨学金、フルスカーシップじゃないけど、あの 奨学金を一部受け取ったり、えー、スカートされて入るものっていうこ,とになりますこれはあのい,いわゆるトライアウトとかを受けるというあの状況になります。トライアウトを受けて、であのコーチがあこの選手いいなと思ったらちょっと交渉して、でえー、とぜひとも入ってくれというわけではないけど、あのまあ、こういう条件ならぜひ入ってくれないかみたいな、あの例えば50%の奨学金で入ってくれないかとか、まあ、そういうところが書いてあります。 はい、なので、えーと入学留、入学条件としてはあの軽くならないよということが書いてありますね。はい、次に、あの最後に、えーと、ウォーコンズ、普通のプリファードじゃなくて、まあ、普通のウォーコンズというものがありますと。まあ、これは、あの普通に,に大学に入学しなければいけません。<laughs> ユニバーシティーズ・レギュラリーなので、まあ、普通にアプライしなければいけません。と。 でそれで、あのノーコッチオアーア,スア,あのアスレティックディパートメントインボルグレントなので、えーと、こういった人たちのなんかプリファレンス、なんかレコメンデーションとかそういったものはなく、まあ、普通にやらなければいけませんということが書いてあります。多分これはあの奨学金としてはあのまだあの確保されていないということが書いてあります。なので、ここは普通に受けて、普通の学生と一緒に入るということがあの条件ですということが書いてあって、まあ、この3つが大体ありますと。これがあのアスリートの ステータスです。なので、こういうものがありますということを書いていただければと思います。なので、あの自分にあのスポーツの腕に自信がある人とかは、このリクルーティットアスリートを狙ってみてもいいかなというふうに思います。はい。で、スライドに、まあ、どういうふうにやるのかっていうのをまとめてきたので、ちょっと。はい。こんな感じで、入学方法がありますとで。一つ目が一般事件ですね。さっきで言うと、えー、オークオン。 とかあのプリファードウォークす。ー、まあここら辺が一般受験になります。ここはあの一般の学生とほぼ変わらずに、えー、となんかスポーツの実力であのなんか評価されるみたいなことは基本的になく、一般受験でやります。で2つ目が特待生ですね、スカウトです。さっきで言ったら、えー、とリ,リクルーティッドアスリートですねになりますで。これは基本的にスカウトされて入ります。なので、アメリカで 例えば、いい成績をあの収めているスポーツ選手とか、あのそういった人たちは基本的に特待生のチャンスがありますということがあります。で3つ目がコミカレー経由ですね、あのー。誰だったかちょっと忘れ、あのー、結構多いのが。 あのコミカレ2年間の短大に行って、その後に2年間の短大のリーグで活躍した後、えー、と引き抜かれるというパターンがあります。これはあのコミカレ経由というのは別にあのスポーツ留学だけに限ったことではなくあの、普通の留学の人も実はやってるんですね。例えば、コミカレ行って UCLA に入りましたとか、バークレーに入りましたとか、まあ、そういった人たちは結構多いんですね。なので、コミカレに行って、まあ、英語力がないと、そんなにで。成績もあんまり良くないという人たちは、1回コミカレに行って、えー、と英語力とか、 えー、そういう成績とかっていうのをしっかり確保して、なおかつスポーツでアピールして、コーチに引き抜かれていくっていうことがパタ,ターンがあります。で4つ目があの語学学校経由です。でさっきの,あのブログの方のようにあの、語学学校に数ヶ月通って、その後にあのに留学するっていう形もあ,あの編入するっていう形もありますと。これは基本的にあんまりおすすめしないですね。あの編入っていう形ではなく、その一貫ブレイク ブランクを挟んでいくっていうことになるので、まあ、どうせあの英語力が足りないんだったらコミカルに一回入っていくとか、そういったやり方をした方がいいと思います。はい、で次に入学条件ですね。何,があの何を準備しなければいけないかということです。はい、で1つ目が TOEFL とか IL2。まあ、これ英語の要件ですね。で2つ目が SAT です。まあ、この2つはあの基本的にそのインターナショナル スチューデントアスリート、要は、あの留学スポーツ留学したいあの人たちというのは求められるので、えーっとまあ、これは支持になってくると思われます。で学校によっては、あの学校によってこの要件が変わってくるんですが、あの最低条件としてはさっき言ったように、SAT だったら大体1000点ぐらいになるかなと思います。えー、3つ目が GPA です。あの学校の成績ということですね。ここは、あのーまあ、できるだけ高い。 GPA を取ればいいかなと思いますし、まあ、特に英語とか重要になってくると思います。で4つ目がエッセイですね。まあ、これはあの普通の、えー、入学の際に必要になってくると思いますが、まあ、エステ、なぜその学校なのか、なぜスポーツを出したいのか、そういったところが重要になります。で4つ目あの5つ目がスポーツです。まあ、スポーツの実績ですね。あの なこの6つ目のプレイ動画もあの同じなんですけど、あのここであのスポーツの実績とか実力をアピールしていくっていう話になります。で、あのさっき実績って言ったんですけど、あのよ要はあの、全国大会であの優勝しましたとか、全国大会に出場しましたっていうレベルは、また別になると思う、別なんですけど、そのいわゆる強豪校にって、 あのいました強豪校じゃないけど大丈夫ですかと弱小校ですけど大丈夫ですかっていう、まあ、質問もあるんですけど、まあ、これ、結論大丈夫で、あのというのも、アメリカの入学審査官のアドミッションの人たちっていうのは、さすがに日本の高校のレベルまでわからないので、まあ、大事なのは実力っていう話になるんですね。なので、トライアウトとか、あのプレイ動画とかっていうので、自分の実力をアピールしていくってことが重要になります。 もし自分の実力にそんなに自信がないっていう人たちだったら、まあ、こういう学校の成績とか、英語力とか、SAT とかでカバーしていくっていうことが非常に重要です。当然、も当然あの重要になるのもエッセイですね。エッセイでどれぐらいアピールしていくかっていうところが重要になります。なので、ここはあのそれぞれあの人その皆さんの実力とか成績によって戦略が変わってくるので、ぜひご相談ください。どういうふうに入るかっていうのは心得ておりますので。まあ、ぜひ スポーツ留学したいという方はあのご相談ください。はい、では、本日の動画は以上になります。あのスポーツ留学、ぜひあのどんどんみんな幅でいってほしいですしあの、ね、正直、日本の大学だったら1年間ぐらいなんか雑用させられるみたいなことはざらですので、まあ、どうせあのスポーツしたいというので、大学でスポーツしたいというのであれば、まあ、できるだけいい環境であの、しかもグローバルな環境でやっていただけ行きたいなと。 思っております、はい、では本日の動画は以上になります。見ていただいてありがとうございました。では、あのー、また無料相談で、ね、お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。